LTE 用の平面アンテナで、これがパターンになっていまして、ここのメンダーパターンがあるおかげで、低い周波数も使えるようになっています。日本の主要な通信会社が使っている周波数帯域すべてをカバーするようにする目的で作ったものですが、ソフトバンクが使っている 900MHz 帯だけがまだ、対応していませんが、他の2社の、周波数帯域はには対応できています。あとはで、これ実際にすでに商品化されていまして、 FMM800W の SMAP という名前で、これが実際にの商品でして、これの中にこのような、パターンが入っていまして、ちょっとやってて、で、ここをハンダ付けして外部に出るようになっています。あとはこう指向特性は、まあ、こんな感じで、だいたい円、